どうして外洋に逃げなかったんでしょうね、この船。この辺りでまだやることがあるからかも。なるほど、龍脈汚染は続いてますしね。悪事は尽きないというわけですか。ぬるくはないな。この船内みっちり敵だらけかよ。準備完了、行くよ。無事ね。